はい、猫の歌店長の宮田です。今日はいろんな子猫ちゃんたちを紹介したいと思います。まずこの子、福島県にお引っ越し先が決まった6月1日生まれラグドールの2番女の子ちゃんですね。くつろいでます、くつろいでますそしてこの子がナナさんです。怒ってます。うーち、うーちってますね。はい、この子、メインクーン、リリーちゃんですね。ホワイトのメインクーンです。はい、この子がメインクーンのヤヤさん、トーティーシェルですね。うちの親猫です。それから、それから、はい、この子は保護した猫ちゃんですね。片目が潰れてます。目が見えないですね、片目ね。でもうちで元気に楽しくやってます。そしてこの子が6月1日までラグドール男の子ちゃん、甘えん坊ちゃんですね。はいはいはい、はい、よしよし、森子、本当に甘えん坊な子ですはい、でこの子が我が家のねねちゃんですね。シルバーパッチのタビー&ホワイトのメインクーンです。女の子ですね。そしてここが子猫たちの運動場です。ここも子猫たちが穴を開けてしまって、ここから手を出したり入れたりして遊びます。こんな感じ、こんな感じ、こんな感じ、こんな感じ。遊びます。そしてここにいる子猫たちがいっぱい入ってますね。はい、この子が、6月26日生まれの3番ちゃん。東京にお引越しが決まりました。お名前まだ決まってなかったかな。3番ちゃんです。お父さん見てらっしゃいますかでこの子が、5月28日生まれの4番ちゃん、メインクーンですね。そしてご飯があって給水器があって、はい、この子カメオタビー、7月17日生まれのカメオタビーの男の子ですね。飼い主さん見てますかそしてこの子が6月26日生まれの、男の子ちゃんですね。遊んでます。はい、この子が6月26日生まれ女の子ちゃんですね。はい、このニニャンはまだ里親さん募集中です。よいしょ、はいはい、あんたずっとついてきてるの、ずっとついてきてるね。おいでおいでおいで、ずっとついてくる。おお、早い早い早い、ね、あと誰か紹介してない子は、ここでお昼寝してる子、ルナさんです。ブラッアンドホワイトの女の子ですね。リリーちゃん、ナナさん、ヤヤさん、ヤヤさん、お返事できます。はい、あそこでちょっと一人くつろいでる子、メインクーン、リンさんですね。リンちゃん、リンちゃん、リンちゃん、何この子ずっとついてきてますね。失敗、失敗した。はいはい、おいしょ、はいはい、よしよし、はい、おお、すごい、すごい、すごく甘えん坊な子ですね。あと7月17日生まれの子たちはここでお昼寝中ですね。奥にいる子がレッドタビー&ホワイトの男の子で、手前にいる子が寝てますね。ブラウンクラシックタビー、ごめんなさい、ブラウンマッカレルタビーの男の子ですね。そしてまたこの子がラグの男の子ちゃんですね。この子ずっとついてきてます。まあこんな感じでよく抱っこせがみます。映ってる？はい、あそこにいるのがメインクーンの女の子ちゃん、6月26日生まれ
の女の子ちゃんですね。ああやって一人遊びが上手な子です。この子は本当甘えん坊で、ラグちゃん。ここにも誰か寝てる。おい、起きれる？この子も6月26日生まれの女の子ちゃんですね。8割顔の女の子ちゃんです。ブラウンクラシックタビーですね。いた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 。福島県にお引っ越しする子でーす。お返事ができるようになりました。ナナさん。何？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 はい、ということでした。やーやさん、やーやさん、あらら、お返事できるかなと思って、ということでした。ではまた、今度はシンガプールの赤ちゃんもご紹介したいと思いますので、楽しみにお待ちください。